おばあちゃんのハッピーライフ、とんかつ卵サンドを作ろうと思います。昨日のとんかつ余ったのがあるので、これでまず卵を焼きます。返して、はい、じゃあ卵こんな感じで、次にカツも焼いちゃいます。はい、カツも火を入れます。トーストを焼きます。何日か。え？今日終わってなったじゃん。うん、終わってなったよ。コンビニ終わってなったんだ。あ、コンビニおばさんが言った。なんだ、別に。え？本当。挨拶した？
水出してもらって、うん、びっくりした。キャベツを乗せます。で、卵を乗せます。で、とんかつを乗せます。味付けは、これもしちゃうか。味付けは、味付けはどうしよう。ソース、ソース、ソース。ソースで、普通にソースでいくか。ソースカツ丼で、でこれをパカッとかぶせて、でラップで包んでなんか押すといいというのを誰かに教えてもらったので、ラップで包んで圧縮するといいというのを教えていただいたので、潰します。ギュ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 、多いじゃないですか。ラップで包んでギュ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 、これこのまま切れるかな。切れました。お、切れた。切れました。はい、こんな感じで。味はどうでしょう。ソース味だけなんで。はい。取っとった。で、あとはそうですね、ソース味だけどバターの味も入ってるから、まあまあ食べられるかな。うん、味が薄かったらケチャップをつけてもらって、
そんで、あとはおばあちゃんの最近好きなカフェラテを作ります。1ぐらいでミルクを入れて、で火にかけます。はい、それとあとはヨーグルト、つけます。マスカットを切ります。で、マスカットと、あとはドライフルーツミックス、色味で仕上げにメイプルシロップ、メイプルシロップ、はい、これでおばあちゃんの大好きなデザートも出来上がりました。それではちょっとこれを盛り付けて、これでいいかな。スプーン。
生ナイフフォーク用意しております。おしぼりもつけて、おしぼりどうしよう。おしぼり大きいはないからな。これでいいや。はい、おばあちゃんのランチ完成です。じゃあこれを持ってってみましょう。おばあちゃん、はい、ランチができたよ。美味しい。うん、味ある。味がついてる。でも8個食べただけだからさ、うん、うん、味がついてなかったらケチャップ置いといたから。あ、チーズも入れてよかったな。うん、昨日のカツも入ってる、うん、昨日のカツが入ってる。味ついてる。ついてる味が、うん、あ、よかったよかった。じゃあカツサンドだ。えらいね。まあね。うん、おいしい。うん、これ多すぎるからさ、残して食べられなかったら、うん、後で食べて。うん、だっけ、うん、カフェラテだっけ。あ、そう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 、カフェラテ覚えたね。カフェラテ、うん、覚えた。うん、カフェラテだ。テラって言ったね。カフェテラって言ってたからね。カフェラテ覚えたね。そしたらコメントでさ、うん、コーヒー牛乳だと思えばいいんだよな。カフェラテね、コーヒー牛乳だよね。コーヒーと牛乳だからね。うん、うん、これがあるか、これつければいいか、うん、つけなくてもいいんちゃう。つけなくても大丈夫だったら、うんうん、そのまま食べて。ちょっと味が薄いかなと思って一応、うん、バターがついてるからね、うん、バターがついてるから、うん、バターの味がすると思うから。上手だね。うん、感心しちゃう。豆だいね。
今度これだ、うんうん、ボリュームが一つ食べられないんだって、うんうん、半分でこんなだもんほら、うん、見てすごいよこんなに食べられない、一つ食べられ十分だね。そうだね、うん、でこれがまた美味しいんだね、うんおいしい、うん、おいしい、うん、おいしい、おいしい、よかったよかった。2時間も寝ちゃったね。そうだね、うん、寝ときて何食べようかななんて思って、うん、よかった。ちゃんお昼のもぐもぐタイムでした。もぐもぐ、はい、今日お昼のもぐもぐタイム、長男が作った卵ひでかつサンドとヨーグルトカフェラテでした。ごちそうは？うん、かった。はい。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。